ザー CS テレ朝ではテレビ初放送横浜七段戦、副音声では今大会出場の木和田大輝さん、橋本圭一さん、そして剣道芸人のチャン河合さん、森陽子の4人でお届け中です。さあ木和田さん、橋本さん、この自分の試合を振り返りながら、まあ、違う話もかなり多いんですけれども、はい、解説してみていかがですか？まあね、どっちかが優勝してたら後付けでいいことも言えるんでしょうけども負けてるんでそこはちょっと言い訳がましくならないかなっていうのが心配なんですけども、まあこういうところを考えて、やっぱ打たれたところと反省点とか、そういうところをやっぱお伝えできたらなとは思います。はい、橋本さんいかがですか？そうですね、やっぱり自分の試合を見るっていう、まあ、よく、まあ、みんな見てると思うんですけど、自分の試合っていうのを、まあ、それをこう音声に乗せて自分自身で解説するっていうのは本当初めてのことなんで、まあ、難しい反面、新鮮な気持ちで今います。チャンさんはどうですか？いや、僕はもう剣道芸人なんで、もただのリアクション芸人なんでね僕みたいな立場のこの剣道をちょっと触りながら楽しませてもらってるものとしては、この解説というよりか本音が聞けるんですよね。だからもう副音声聞いてる方がね、本音聞けてるんじゃない？つけなはれ副音声堅苦しいって言ったら言い方あれですけど、真面目に見るのもよしやけども、本音を聞きながら、だ本当に強くなる方法も、もうしないの処理の仕方なんか、そうですね、本物の試合見ながらそんな話聞けないですから、はい、最高の場所だと思いますよ。いや本当にこう実際7段の選手たちにお話聞くとですね、うん、やっぱり剣道って改めていいものだなっていうのと、うん、なんていうんですかね、強くなる秘訣が聞けるような、そうですね、そんな気もね、しますよね、うん、強くなる鍵だらけでしたよね。本当にあとはいろいろやはり剣道についての雑学知識というのが豊富だなっていうのは感じましたけれども、前まで市内の保存方法からね、全くこだわってない男が強いとかね、この真逆の方法やのにそれぞれ秘密がちゃんと暴かれるっていうの、もう見事な両極端な2人のキャスティングやな、これ。素晴らしいですよ、ね、面白いですわ。そうですね、たまたまですよね、そこまで詳しく話はしたことなかったんで、剣道について。そうですか。お互いやっぱりそこまでなんていうんですかね、手の内明かさないじゃないですか、普段現役で。で今初め聞いてみて、あ、全く違うタイプなんやなと思って、これをチョイスした人はすごいなっていうのがでも実際にこう相手の分析するわけじゃないですか、はい、でもその分析したものと実際にこうやって実際のところを話し合ってみると、ちょっと印象変わるところもありますか？もちろんそれはもう選手みんなですね、あ、こんなこと考えてたんやとか、案外感覚でやってんのやなとか。いや、そうですよね、この頭でこの勝利の技を決めてから挑んでるっていう木和田選手の話なんか聞けないですよ、本当は。聞けないですね、手の内ですね、それってね、本当は。そうですね、まあ道筋立てるの結構難しいですけどね。難しいですね。かっこいいわ。いや本当に、この剣道をこうやって手の内っていうか、このやり方っていうのって喋、はい、ってしまっていいんですか？この先にね、これからもまだいっぱい教えてもらわなあかんから、いいんです？僕は大丈夫ですね。僕も全然大丈夫です。じゃあ自分たちの試合見ながら、本気のこのあの時本当こうやったけどこうしたみたいなことも教えてもらえると、はい、全然もちろん大丈夫です、はい、じゃあもう副音声にしよう、皆さん。そうですね、この後もまだまだ続いていきますので、皆さんぜひ聞いてほしいと思います。さあ、そして今年 CS テレ朝では女子の全日本選手権、さらには東西対抗大会という歴史ある大会も放送します。そして副音声ではこの後も楽しく剣道トークが続きます。引き続き横浜七段戦お楽しみください。